幸せになるために、彼らは命を懸けて努力した。お互いがお互いを分かり合い、固い信頼で結びついていた、はずだった。優しさ、思いやり、信頼、愛情。そんな思いが裏返って、白から黒へと変わっていったとき、絆はもろくも崩れ去って、思いもしなかった悪夢が、彼らを包み込んで、心の闇をさらけ出していく。突き落とし。誰も憎んでいたわけじゃなかった。ただほんの少しの誤解が、すべてを変えてしまった。サトコは今日も休みなのか？うん。リカちゃん、知ってるなら教えてくれ。サトコは今どうしてるんだ？こんなに休んで一体何があったんだ？しようもないのです。どうしようもないって、そりゃどういう意味だ？わけを教えてくれ。結果だけ言われても俺は納得できないぞ。リカちゃん、何か知ってるんだろ？なって。ごめん、リカちゃん。俺、興奮しすぎた。圭一は悪くないのです。謝る必要はないのです。Thank you.
ひょっとして…さとこちゃんのおじさんが帰ってきたんじゃ…さとこちゃんのおじさん、帰ってきたのかな、かな。レナ、それどういうことだよ。おじさんって何なんだよ。3年前のことだよ。さとこちゃんの両親が事故で亡くなった後、おじ夫婦が二人の保護者になったの。そしてそのままさとこちゃんの家に住むようになった。のこのこ帰ってきたんだ。あの男は、北条鉄平という男は、本当に乱暴でガサツで、ひどいやつ。強い者には媚びへつらって、弱い者でうさばらし。思い出すだけで、ヘドが出そう。また懲りずにさとこちゃんをこき使って、そして今の話本当なのか。だったら早く助けないと。このままじゃさとこは。わかってる。でもそう簡単にはいかないんだよね、みーちゃん。やるだけ無駄。そう思ってるんだよね、みーちゃんは。そこまでは思ってないけど、状況は優しくないよ。去年も同じことがあってね。おじさん夫婦がさとこちゃんにひどいことしてるって、みんなで沖ノ宮の生活相談所に訴えたの。でもさとこちゃん自身が何もされてないって言い張って、うやむやになって、それから二人の嫌がらせは逆にエスカレートしちゃったの。
私たちがジタバタしたからって何も変えられないってことだよ。悲しいけどさ。でもサトシ君は変えようとした。だからサトシ君は。その話はやめろって前にも言ったでしょ。ここで言い合いしてる場合じゃないだろう。なんとかして佐藤を救い出す方法を考えないと。でもどうやって？一度失敗してるんだよ。子供の私たちに何ができるっていうの、ケイちゃん。俺たちにだって何かできることはあるはずだ。みんなで考えを出し合えばきっと。そうだ。ミオ、お前その雑魚の次期当主なんだろ。だったら有力者に頼んで佐藤を救い出してくれよ。何言ってるの、ケイちゃん。次期当主だからってそんなこと簡単にできるわけないでしょ。どうしてだよ。役所とかでもその雑魚の鶴の一声で動くんだろ。だったら佐藤を一人助けるなんて簡単なことじゃないのか。だから、無理なことは無理。無茶言って困らせないでよ。見よ。お前さっきからどっちの味方なんだよ。どっちって。お前がその気になって動けば御三家だってどうにでもなるんじゃないのか。村の誰かを守るためなら全員で戦うのが雛見沢じゃなかったのか。ただ黙って見てるだけはねえだろう。現に佐藤は傷ついてるんだぞ。
ど、前は里子自身が拒絶した、否定したんだよ。今回だってまた同じことの繰り返しに決まってる。繰り返さないためにも何とかしようよ。このままじゃ里子ちゃん本当に危険だよ。説得するしかないのか、里子を。あのね、決定を下すのは私たちじゃない。いろんな人のいろんな意見があって、いろんな見方があるんだよ。ケイちゃん、ことの深刻さ分かってる？これって一人の人間の人生に関わる重大なことなんだよ。分かってないのはミオンの方だろう。じゃああんたは承知の上かよ、前原圭一。本当はケイちゃん、ヒーローを気取って楽しんでるだけじゃないの？レナは心優しい魔法使い？バッカみたい！あんたたちこそ偽善者だよ！ひどいよ、みーちゃん。ひどい？私が非道だってんなら、あんたたちは下道だよ！ごたごたごたく並べるばっか！何かあったらその先その先って！その先は魔法使いか！神様か！そのくせ自分たちは言うだけで、自分の手は汚さないつもりなんでしょ？卑怯なくせに、私に説教するな！都合のいい時だけ園崎の名前に頼って！もうたくさん！もういい加減にしてよ！ミオン。非道ですか。それどころじゃないですね。そんなんじゃ足りない、この人には。だってお姉は鬼なんでしょ。つま先からてっぺんまで、血の一滴一滴までね。シオン、お前なんでここに。ちょっとね、里子のことでお姉に相談を。って思いましたけど、どうやら無駄みたいですね。里子のご両親、つまり北条家がダム誘致賛成派だったことはご存知ですよね。なんとなくだけど、うん。当時、北条家以外のほぼ全員がダムに断固反対していた。彼らにとって北条家は裏切り者に過ぎません。特に園崎家にとってはね。北条家は四面楚歌でした。当初は交流断絶くらいの報復だったはずが、だんだんエスカレートして完全な無視と冷遇へと様変わりしていきました。事情は今でも変わりません。だから雛見沢の人間は北条家のいざこざに口を出したりしない。もちろん里子がどうなろうとね。特に園崎家はそういう態度なんですよね。でもダムに賛成してたのは
サトコの両親だろ。だったらサトコには関係ないじゃないか。ここはひなぎ沢なんですよ。私もその先本家とかに掛け合ってみたんですけどね、全然ダメ。まあ八方塞がりってやつですよ。そんなこと言うためにわざわざここまで来たの。お疲れ様だったね、シオン。お姉はずっとこのことから目を背けてきた。だから私が言ってあげたんじゃないですか。言い終わった？なら早く帰りなよ、シオン。ここにはあんたの席なんてない。お姉は育児なしですね、ほんと。ばあさんのお許しが出なきゃ何一つ言えない、何一つできない臆病者の負け犬です。シオン、あんたにそこまで言う資格はないよ。よくも私にそんなことが言えたもんだね。忘れたとは言わせないよ、シオン。私が今までどんな気持ちで生きてきたか。シオン、あんたは知ってるでしょ。そんなの知らない。だって私はミオンじゃない。寺に放り込まれた方のシオンですものね。シオン、あんた。だけどこれだけは言えます。もしも私がお姉だったら黙っていない。仲間の窮地を知りながら見て見ぬふりなんてことは絶対しない。シオン、次期当主聞いて呆れますね。園崎家だけじゃない、雛見沢全体にものすごい影響力を持ちながら何もしないんじゃ。当主なんてただのお飾りってことです。あれ？何も言い返せない？ひょっとして泣いてます？ざまあないですね、お姉。園崎の次期ご当主様はこの程度でメソメソしちゃう臆病なお飾りさんなんですか？そう、そう、そうですよね。どうせあなたたちにとっては人事ですし。だからそうやって同情したふりして偽善者気取って、全部ふり。お芝居なんでしょ。
そうやっていつまでもうじうじとやってればいいのです。とりあえずかわいそうかわいそうって口だけで念仏みたいに唱えてれば満足でしょうよ。悪い。大丈夫か？こんなお姉の肩なんか持って。待てって、勘違いするな、シオン。おい、シオン！もう、ついてこないで！ケイちゃんなんか、ケイちゃんなんか！だから待ってくれって！少しだけでいいから俺の話を聞いてくれ。聞いても無駄です。ケンちゃんもお姉と同じなんです。俺はサトコを助けるつもりだ。どんな手を使ってでも絶対助ける。口先だけなら何とでも言えますよ。本心はどうだか。先なんかじゃねえ。お前が俺の本当の心ってやつを見たいって言うならこの場で心臓引きずり出してやるさ。ケイちゃん、今の言葉本当ですか？じゃあ見せてください。え？ケイちゃんの心臓、私見てみたいです。それは。お前、マジに言ってるのか？やっぱり口先だけですね。違うって。それくらい真剣だってことを伝えたかったんだ、俺は。どいつもこいつも、口先だけのザレ言ばっかり。嘘しかつけないのなら、いっそ永遠に黙って何も喋るな。おい、シオン。え？
ケイちゃん、何する気なんですか？ちょっと、何しようって言うんですか？冗談はやめてください！本当にやってみせることないじゃないですか。冗談でカッコつけるならマジ怒りますよ。俺は死ぬ気なんかねえよ。今死んでたまるかよ。サトコが苦しんでるのに放り出して死ねるかよ。ならどうしてですか。むちゃくちゃです、ケイちゃん。俺の本心が見たいんだろ。俺はこの程度の傷で死なねえ。サトコを助けなきゃならねえから俺は死なねえ。見てろよ。シオン。わかった。信じます。ケイちゃんの、サトコへの気持ち。おう。一人で戦うなよ。俺にも協力させてくれ、シオン。はい。ケイちゃんを信じます。俺もシオンを信じるよ。一緒に頑張ろうぜ。けど、次にこんな芝居がかった真似したら、承知しませんからね。おいで。脅かした罰です。